さて、賢くなろうっていう話をしている中で、過敏症になっている方に対して、どういうふうに扱うべきか、どういった対応をするべきか、この取り巻きの人たちがどういうことを気をつけたらいいのかっていうところを少しメインに話したいなと思います。これはね、過敏症になった人自身っていうのはいろんな情報を得て自分なりでちゃんとケアはしているんですが、どうしても周りの影響がストレス負荷としてかかってきてしまう要因が強いとですね、せっかく自分の中で環境調整して治癒をしようとしているにもかかわらず、その治癒のスピードは遅くなるわ、一旦治癒したなと思ったらいきなりまたガーンってこう、ストレス負荷がかかってまた症状が重くなってしまうっていうことがよくあります。で、そのことをこうちょっと分かりやすい図でね、書いてくれているのがこの本なんですけれども、電磁波過敏症のね本、こちらに、図がね載っているんですけれども、トータルボディーロードっていう風に書かれていて、ちょっと見るとこんな感じなんですが、4つのストレス負荷がかかってきている中で、その人の許容範囲が、許容できる範囲を超えてしまった場合、この4つのストレス源がかかることでね、症状も強く出てきてしまうということを書かれているんですが、特にこの4番目に書いてあるね、社会的心理的負荷のストレスっていうのは周りからの認知があまりないものだから、多くの人がねこの症状を見た時に、精神疾患扱いをする、ノイローゼを起こしているとかね、そういった形で原因が、ちゃんと外部的要因があるっていうところを理解しないで、その人の内面だけ内因性のものなんだっていうふうに決めつけた見方をしかしてこないんですね。そうなるとあまりにも理解が得られないから、自分たちだけで頑張ってケアしてたとしてもですね、社会的にケアしてもらえないので、ストレスはどん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 かかっていく一方なんです。そうするとストレスがかかるとやっぱり精神疾患を起こしていきます。だからこの症状、過敏症を持っている人一人だけを責めるっていうのはちょっとおかしなことで、責められるべきはその取り巻きも責められるべき、存在になっているんです。もしその精神疾患だとかっていうふうに決めつけずに、その原因となっている外部要因を取り除いてあげたりとか、そこを回避できるように、手伝ってあげたりとか、そういうことがあれば、そこまでストレス大きくかかることがあんまりないので、ちゃんと環境調整できれば、症状、こう精神疾患的な症状っていうのは出てこないです。ただ実際体の中の反応として精神疾患が出てきてしまうっていうのもあるんですね。そこはちょっと説明するとですね、人体は普通毒素っていうものをいろんな形で排出しているんですけれども、汗だったら呼気だったりとか糞尿だったりとかしてね、だけどこの解毒作用の解毒能力っていうのは個人差がすごくあって、ご自身あなたのその能力を、スタンダードにして考えるっていうのはおかしなことなんですね。これはその人その人に能力っていうのは限界があります。で、この解毒能力が遅れていってしまう、そのいろんなストレスでね、遅れていくとどうなるかっていうと、体の中に酸化窒素ができます。そして酸化窒素に化学物質、化学物質とか、そういったものが当たるとですね、今度、過酸化硝酸になります。
で、過酸化亜硝酸ができてしまうと、今度活性酸素ができてしまいます。で、活性酸素ができると今度また、酸化窒素が出てきてしまってっていう、この悪循環ね。まあ、人体こう色塗りしてるとガチャピンのお腹みたいになっちゃったんだけどね。こんな風に循環していってしまう。次から次へとこう毒素が溜まり込んでしまうっていうことなんだけれども、で、この毒素が溜まり込んでいってしまった挙句どうなるかっていうとですね、毒物が脳内へ侵入していってしまいます。そうするとまた活性酸素が増加していってしまって、そうすると神経の過剰反応が起きてしまうんですね。なので神経過敏症にも見えるわけなんですね。で、さらなる追い打ちがありまして、例えばその過敏症になった方がですね、の中にお腹の中にね、カビがもし入ってたとします。特にこのカンジダ菌っていうものに感染していたりするとですね、小麦、グルテンに反応してしまうこともあるんですね。だから食べ物によっても反応してしまうっていうことなんです。これ、小麦っていうのは、この、タンパク質を構成しているグリアジンっていうのがあるんだけれども、グルテンの一種なんですが、これがね、カンジダの、増殖タンパク質の構造と一部似てるところがあって、そのために自分の中の抗体が誤って自分を攻撃してしまうんですね。で、その自分を攻撃していくと、もちろん、誤作動が起きていますのでね、体の中が炎症してしまったりとかっていうのがあるんだけど、これがもし脳の方に行ってしまって誤作動を起こしていった。そうすると、脳細胞の変性や炎症っていうのが起きてしまいます。そして精神神経症状の悪化を招いてしまうっていうことで、これどうしたらいいのっていうと、やっぱりこれから導き出される解決法の一つとしてはね、ズバリもう私たちに過敏症者ができることとしては、この栄養を取ることなんですね。食べ物に気をつけるっていうことなんだけれども、ここでちょっと見てほしいんだけれど、これ、表をね、ちょっと書いてあるんだけれどもね、どこのやつだっけ、フィンランド、2013年のフィンランドからの報告で、食事改善をすることで、その症状が和らいだよっていう、のが 69.4% あって、サプリメントだと 69.4 でしょ、で 67.8 でしょ、で、運動をすることによっても改善が見られたんですね。まあ汗とかかいて毒素を出せるからね。で、次見てほしいのはこれね、精神病扱いするんであれば、その精神疾患だっていうんであればね、その精神的な治療をすればいいわけですよ。まあ投薬するなどだけど、これで改善は見られなかったということなんですね。0%。つまり精神の問題じゃないんだよっていうところが、これでもうわかるわけなんです。で、まあ、投薬もだから 0% ですね。全然改善しなかった。その過敏症の症状がね。だから、原因は、そういった被曝に合うものが、なければいいっていうことなのね。そう。そして、もし被曝してしまったのならば、これは外因性なんで、火傷と同じなんですよね。もし手がこう、火傷をする原因がここにあったとしますよね。これがじゃあ火だとしましょう。で、これに手をかざし続けたら、誰だって手は火傷しますよね。やけどする前に大概の人は手をどかしますけれども、これ、ね、今、この手がやけどしてしまうような、皮膚が炎症してしまうような、状況っていうのがこの世の中にあるわけなんです。で、それが化学物質だったり、電磁波だったり、低周波音症候群と言われて、まあ、低周波の音の問題だったりとか、そういった環境的な、外部的な要因、それらが原因となっているっていうところね。それが、この治癒の方法の仕方っていう、その精神病に行けよ、精神病院に行けよって言ったところで、これが治るかって言ったら、治るわけがないじゃないですか。
この火傷するこの火に手がかざしたまんまだったら火傷治らないでしょ。で、悪化するばっかりじゃないですか。この手に火傷を負いたくなければ、そういう状況にならないようにすればいいの。つまり火から手を離しなさいよって話なのね。だから環境調整っていうのは、その被曝する、こういう被曝している状況から身をどかしなさいよっていうことなんですね。で、それをやり続けているわけです。ところが、引っ越しすればするほどね、してもしてもなんですけど、周りの人の理解がないものだから、いくらこの、環境調整したところで、ストレス源っていうのは、少しは減ったとしても、なくなっているわけじゃないんだよね。ストレスは逆に、大きくかかる部分がある。周りの人たちの取り巻きからの反応、その人たちから受ける、ストレスっていうのが大きすぎちゃって、それでなかなか改善していかないっていうのがあるんですね。ですから、とにかく、一つの治癒法としては、カウンセリングっていうのはあるんですよ、確かに。精神のケアっていう意味でね、カウンセリングっていうのはあるんですが、まずそもそも過敏症を知ってる人がカウンセラーでなければ、ただストレスがまた蓄積するだけなんですね。カウンセラーさん、その過敏症がどういうものなのかっていうことをまず知らなかったら、カウンセリングになってないっていうことを自覚してもらいたいっていうのがあります。で、心理カウンセリングっていうのはね、受けたくてもですね、外出困難の場合に受けられないとか、受けられたとする関係、自分が動けてね、心理カウンセリングが、受けられるクリニックに行けたとしてもですね、そこで被曝したりとかっていうのもあるしね。だからね、お前の問題なんだよってチク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 言ってくるような、人が周りにいると、心理的カウンセリングっていうのも、やっぱり、カウンセリングになってないっていうかね、そういう、あなたの内面の問題なんですみたいなことを言う心理カウンセラーなんて、全くもってカウンセリングになってない、逆にストレスを受けてるっていうことだから、難しいよね。認知度がないこの疾患をね、相談するっていうのはね、だからこそ誰にも頼らなくなって、何にも話さなくなって、で閉じこもりに、引きこもりになって、でどん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 思考は暗くなって、うつ病になって、で最終的には自殺未遂、本気でね、死んでしまった人も中にはいるわけだし、どれだけ社会がこの過敏症っていうものに関してね、知識がなさすぎるかっていうところで、人を余計に害してるっていうところをね、自覚してほしいなっていうふうには思うのよね。とにかく無知は大罪なりっていう言葉だってあるからね。どれだけ無知が人を、苦しめるかっていうところで、それで、特に過敏症を、ね、持ってる方に相対する方は、本当に、過敏症者は、おのずと、勉強しますけど、取り巻きほどね、やっぱ勉強してもらいたいよねっていうのはあります。とはいえね、そんなこと言っても、難しい部分はあるよね。自分に関係ないことだったりするからね。実際痛みを負ってるわけではないからね、そんな勉強するなんてっていうふうに思うかもしれない。ですが、実際同じ地域とかね、家族でもそうだけど、同じ、お家に住んでる家族とか、取り巻き、
近所の人とかね、過敏症者が苦しい状況でやっぱりね、お願いしに行ったりとかってするわけでしょ。生活スタイルちょっとね変えていただくことがあるんだけど申し訳ないんだがお願いしますっていうことに対してね、そこに協力できないっていうのはね、やっぱり、協力したくないっていうその気持ちもあると思うんだけど、そんな自分の生活スタイルを変えるっていうのはねなかなか難しかったりとかもするから、ただもしね、この被爆するような要因が今増えている中で、もしあなたが、そういう過敏症になったとして、なったとしたら同じように周りにお願いすることになるんですよ。で、協力してもらえないっていうことが出てくるかもしれませんね。とても苦しいと思います。これをね体験した人は、この苦しみはよくわかると思うんだけど、そういう苦しみをね、知らない人ほど平気で、言うからねいろんなことをね、悲しいかな、それが現実なんだけれどね、この次ちょっとお話しすること、話題変えましょう。